はい、こんばんは、コッシーです。今日はね、まあ、なんか素敵な絵がある部屋にいますけど、皆さんここはなんかホテルかなんかに泊まってると思われるんじゃないかなと思いますけど、実はですね、今船の中です。サンフラワーという船のね、大洗から苫小牧まで行く船に乗ってます。一応ね、今回、日本一周の旅、まあこの前富山に行った時に、まあ序章という話をちょっとしたんですけど、今回はまあ本編に入るような感じでございます。北海道に向かってます。で、今回ですね、いろいろ考えて、何がベストかなと思って北海道に行くのに、まあその考えた結果、まあ車、まあちょっとですね、自分の家が今リフォームをするんで、駐車場に車を置いてくれなくなるんで、まあ、それもありまして、まあ、とりあえず車で旅に出ると。で、それで、まあ、北海道に行くためには、まあ、どうしたらいいかということで、まあ北海道って陸路で続いてないので、でトンネルとか橋とかでも車は渡れないんで、まあ、どっかでフェリーに乗せなきゃいけないということで、まあ青函の、あの青森から函館だけフェリーに乗せるか、あとはもう大洗とかそういうところから長距離フェリーに乗るか、まあ、どっちかの選択ってことになるんですけど、まあ、今回は大洗から乗ることにしたんですね。そして、まあどうせなら一番いい部屋に泊まってみたいかなと、一番いい部屋を取ってみたいかなということで、今回はスイートスイートです、まあ、じゃあちょっと部屋をお見せしましょうかね。こんな感じなんですね。まず入り口、まあ、ちょっと荷物とか置いてありますけど、入り口入って、はい、友達の荷物置いてありますけど、こんなです。あの、完全にホテルの一室です。しかも、いいホテルの部屋って感じですね。はい、これだけの広さがあって、で実はですね、まあ、ちょっと友達に寝てるんで、あんまり、友達寝てるとこ映せないですけど、あの、ベッドがここと、あともう一個隣にあります。で、テレビがですね、テレビ横にあるじゃないですか。この真裏にももう一個同じ大きさのテレビがあるというね、素晴らしい感じです。で、ちょっとさっきね寝てましたけど、あのベッドもふかふかですごい気持ちいいです。で、あのちょっと布団もかけずにこの上に寝てしまったんですけど、はい。で、逆見るとこんな感じです。すごいでしょ。で、立派な絵が飾ってあってね、うん。そしてあのここはあの専用のバルコニーがあります。風が強いから、この風の音でもしかしたら聞こえないかもしれないですけど、はい、ここにね椅子が置いてあって、で、なんか通路みたいになってますけど、そこは誰も人が通れないように、ない状態だと困るんで、こういうところがあるよという紹介だけに、まあ、とどめておきますけど、はい。そしてですね、すごいのはまだあります。一応この辺紹介しますかね。はい、ドライヤー、冷蔵庫、さっきそう、さっきビール買ってきたんですけど、この船の中は23時から5時まではお酒が買えません。で、ギリギリ23時過ぎて行ったら、あの1台だけ買えるやつがあって、うん、そして、まあ、2本だけ買って、もう1本飲んだんですけど、あそこにありますけど、1本飲んだんですけど、23時20分ぐらいに行ったら、それも買えなくなってたんで、ギリでした。はい、そして、ティーバッグ、湯飲み、梅昆布茶と煎茶、そしてポットがあります。で、まあここいろいろクローゼットがある感じです。で、ゴミ箱1個向こうに持ってっちゃったんですけど、ゴミ箱が2個あります。そしてこれガウンなのかな、うん、浴衣とかそんなチャッチものではないです。そして、まあ、これに入ってたのが、今履いてますけど、
スリッパ、スリッパもね、これね、すごいふかふかのね、なんか使い捨てじゃないようなスリッパですね。それと、サンフラワーのタオル。あとは、アメニティグッズ。なんか、うん、あのシャンプー、リンスと、開けてみましょうか。開けてみます。はい、ボディタオル、ボディタオルとコットンセット、コットンセット、あ、耳かきとか入ってますね。そして、シャワージェル、シャンプー、コンディショナー。そして歯ブラシが入ってますね。こんな感じでございます。そしてオートロックなんで開けて閉めたら大変なことになりますけど、ラストはこんな感じですね。であそこに喫煙所と給湯室があって、水が無料で飲み放題で、その先に今展望デッキがありますね。はい、でこんな位置になります。でこの部屋はですね、この船には590人乗れるみたいですけど、590人中一部屋だけです。これで避難路で大体全体の雰囲気が、分かるかなと思いますけど、7階のこの部屋です。一つだけ大きさが違う、この中で一番部屋が高くて一番いい部屋です。はい、じゃあもう一つ見せておきますか。このすごいところはですね、お風呂にあります。おートイレね、お風呂がね、ガラス張りですよ。そしてシャワーが、これなんか水出るかな、どれをやればいいのかわかんない。これは出ますね、これね。で、おお、これだ。こういうシャワーすごくない？ちょっとカメラに見えちゃうから、やばいな。おーって下が出てくる。で、これは洗面器の、こんな色でね。おーね、お風呂も、ね、出ます。当たり前だけど。はい。こんな感じで。で、コップがあって、ここにもシャンプー、リンスとか、シャワーキャップ、串ブラシ、ヒゲ剃りですね、このメイクもヒゲ剃りがあって、こんな立派で素晴らしい。はい、そしてここに泊まると食事が3食無料になります。さっき食べてきました。僕はカツの定食、北海道のなんとかっていう、エニワペタかな、すごい美味しいカツでした。まあそんなわけでね、今日はこんな部屋に泊まってるんですけど、もうなんか部屋の紹介だけで10分経っちゃいそうなんで、とりあえずこれでやめようと思いますけどもね。え、こんな素晴らしいね。で、料金なんですけど、実はですね、ここ車1台乗せて、それで1人で使っていこうと思ったんですよ。そしたらそれで8万5千円でお釣りが来るぐらいだったんですけど、ちょっと高いは高いんですけど、でも一度ちょっと乗ってみたい、せっかくなんでこのスイートに乗ってみたいっていうのと、あとちょっとこれ、この部屋一人じゃ寂しいですよね。
ということで、たまたま友達からね、どっか行きま、行きませんか、3日休みなんでっていうことで、最高級の船室に乗りたいんだけどって言ったら、何それ面白いって乗り気になってくれて、なので友達と今日2人でこの部屋利用してます。で、2人で乗っても2万円ぐらいしかかからないんですね、うん、1人で乗って8万5千弱ぐらいで、で2人で乗って、10万5千弱ぐらい、ちょっと正確な金額が概要欄かコメント欄に載せておきますね。なので、まあ、2人で乗った方がどう考えても得だろうということで、友達と2人でとりあえず苫小牧まで行くことになりました。まあ、そんなわけでね、もうこの部屋この部屋で、ね、うん、素晴らしいこの部屋を。で、まあ、船の乗ってる時間は、まあ、17時間30分とか17時間45分とか、まあ、18時間弱ぐらいですね。もう、この素晴らしい部屋をね、とりあえず時間はたっぷりあるんで、もう堪能し尽くそうかと思ってます。でね、多分こんな部屋、こんなね料金の船にね、もう一生に何回もそんな乗れるもんでもないと思うんで、もうどうしても一度味わってみたくって、今回は乗ってみました。奮発しました。というわけでね、まあ、とりあえず日本一周の旅、本格的に始まりました。で、とりあえずね、まあ、年末までに、12月までに何回かちょっと帰ってこようと思ってます、東京に。最終的には全都道府県、回って、まあ、年を締めくくりたいかなと、まあ、思ってます。そんなわけでね、良い旅になるよう祈ってていただければ嬉しいなと思います。じゃあ、サンフラワーのスイート客室からお送りしました。ありがとうございました。コッシーでした。